お疲れちゃんです。ラットです。ということで、ね、今回もね、クラッシュライやっていくんですけど、今日はですね、こちらの、新シーズン大会ですね。はい、こちらの方をやっていきたいかなと思います。まあ、こちらなんですけど、まあ、誰でも参加できて、あと報酬がね、まあ、トークンがたくさんもらえて、あと、まあ、負けても、この、まあ、エメラルドでね、ちょっともらえるんですけど、こういったね、ちょっと豪華な報酬ももらえるっていうわけでね、ちょっとね、まあ、みんなにこの報酬ももらってほしいなーっていうわけで、ちょっとね、こちらもめちゃくちゃ強いデッキを紹介します。もうね、20勝無敗ですよ、これ。気づいたら。そう、なんかね、やってたらたまたま20勝無敗まで来れちゃいましたねっていうわけで、もうね、多分コメント欄、ラットフーミーできないとかあるんですけど、やっぱね、デッキが強くないと僕も勝てないんですよね、ここまで。はい、というわけでこちらね、20勝無敗しました、スケラですね、スケラデッキを今日は使っていきたいなと思います。はい、でまあ、ダクネアンチの僕から言うと、今ダクネがやっぱ多いんですよね。だからダクネに勝てるのがまあ条件みたいな感じで、こういうね、アイスイズプラスベビードラゴンが強いかな。あとペッカとかも多くて、まあそのペッカとかにも強いかなーって感じですね。まあなんだろう、結構安パイな、なんかすぐおすすめデッキでございますので、皆さんにもね、よければ使っていただければいいかなと思います。でこれね、結構ランクインとかするとまあ、バッジと言いますか、順位のロゴみたいなのがもらえるんですけど、ちょっとね、20勝ぐらい、この辺まで来ますと、こっからね、結構上手い人ばっかなんですよね。なんで、ちょっとね、真面目に僕、ランクインを狙っておりますので、まあ、30勝ぐらいしたいんですね。5敗するまでに、30勝とかしたいので、ちょっと結構勝ちに行きたいと思います。いや、これちょっとね、やべえ、勝ちに行きすぎた。初っ端から攻めすぎて負けるやつ、かなと思ったんですけど、ちょっとね、いいですね。3か5だけ多分あると結構ボコボコにされたんですけど、相手のファルチェを出してからの多分3か5だったんですね、サイクルが。なんでちょっと助かりましたね。いや、ここね、ちょっとトルネでまとめちゃいたいけど、そうですね、ここはトルネボムタワーでまとめて、ここの後ろのあっけえやつちょっと邪魔っすけど、まあまあまあ、ここはね、左がもう300まで、ラッキーです。ラッキーで削れちゃいましたので、まあ、あとは、ちょっとね、守りメインでいきたいなと思いますね。スパーキーもちょっときついですね。スケルトンラッシュの相手は受けとして、3が5とね、アーチャーっていう、メタルスケラのメタが2枚入ってるんで、まあ、あと残り300は、なんか変に削ろうとせず、まあ、なんていうんですかね、結構、気づいたら削れてたわぐらいの感覚でちょっといきたいですね。ここのボムタワーの爆破と、このベビドラね、ナイトで一発受けて、オッケー。ここさえね、処理できてしまえば、あとは、なんとかしてくれるんだよね、この辺が。はい。というわけで、残り323ですので、正直、スケルトンラッシュなんか打てば、チクチクね、スケルトンがやってくれますので、まあ、ラスト、残りまあ、10秒、15秒あたり、終わりに、スケルトンラッシュプラスポイズンを打って落としたいので、それまでね、僕としては守りたい。でも、ここちょっと暇になるので、一回ね、一発が放置したら二発殴るんですけど、まあ落ちるんですね、そしたら。落ちたらラッキー程度で、はい。で、まあ、イモリですね。もう後ろから一番後ろにケツスパーキーとかワンチャン来ますね、はい。で、ここはなんですけど、ワンチャン、このスパーキーをこのスケルトンラッシュプラス、ポイズンで処理するっていうオシャン技があるんですね、これマジ。ここのスケルトンがやっぱ湧くんですよね。いい感じに。で、それがスパーキー殴ってくれて、あとこのポイズンで処理できるっていう。まあちょっと残っちゃっているんですけど、このボムタワーの範囲攻撃とか、まあトルネードプラスタルババですね。で、まあ持っていけるんじゃないかなと思っておるんですけど、どうでしょうか皆さん。はい。よいしょ。ここね、スパーキーに対して結構最強の防衛がありまして、スケラ防衛ですね。これ遊んでるように見えるかもしれないんですけど、これ結構ガチで公式の試合とかでも、まあちょくちょくありますし、まあ僕はね、結構好んでしますね。このデッキ、こう、見たらね、わかると思うんですけど、プリンスとか、ダークプリンスの気がちょっとしんどいんですよね。ダークプリンスぐらいだったら、まあ、かもしんないんですけど、そうなんですね。プリンスの気っていうのがね、ちょっときついんですね。で、そういった時に、プリンス、受けねえなっていう時に、スケルトンラッシュ防衛とかね、J プラス、プリンスが来た時に、結構ね、刺さったりはします。まあ、ですので、その、スパーキーもね、ちょっときついなと思った時は、まあ、アイスイズとか、まあ、ビビードラゴンプラストルネード、そして、ローリングババリアン、まあ、タルババを転がせるといいんですけど、
まあ、もし無理だなーって時は、こう、スケルトンラッシュ防衛をね、すると、結構処理できますね。で、まあ、2倍タイムとか入ってると、スケルトンラッシュプラスポイズンで、もう大概はね、ほぼ止まります。なんで、スケラはまあ、攻めで優秀なんですけど、まあ、防衛でも優秀なんだよねっていうのをね、ちょっと、今日の動画でね、覚えておいてもらえると、まあ、決してね、煽りではございません。これ、真面目にね。で、相手のデッキ、これワンチャンスケラだな。ちょっとこのアイグルに対してベビを割いてるのもちょっと辛いんですけど、スケルトンラッシャーマンがワンチャン、うお、来た。全然違った。メガナイト、アイゴレ、ダクネエレキラム、これファイボタルババですね。ファイボタルババムートが入っております。これマジなんですよね。これね、ちょっと流行ってるんですよ、最近。まあ多分、僕の予想だと、あと2日後くらいに、ライキさんのチャンネルで上がってる。うん。あの人、ラムライダー大好きなんでね。そう、だと思うんですけど、まあ、ムーとかなんとも入ってますね。タルボでしたね。はい。で、遠距離系が3枚なんですね。遠距離と言いますか、スペルを使わせる枠。ダクネ、エレキ、マジアチャなんですね。で、こうワンチャンマジアチャで、犬行ってきたら、ベビードラがたまたま竹取り用。ベビー。はい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 。いやそうなんですね。このね、変なデッキがいるんですよ、マジ。意味わかんないじゃないですか、これ。本当に。本当に切れそうになるぐらい意味わかんないんですけど。こうボムタワーで、まあ、アンパイ防衛して、ムートかな個人的に、まあ、ナイトで受けれるんですけど、ちょっとね、ムートが邪魔。で、相手のデッキはファイボなんですよね、多分。まあ、今んとこ使ってないんで、もしかしたらポイズンかもしれないんですけど、ファイボプラスタラババだと、スケルトンラッシュがやっぱ止まんないんですよね、相手。そうで、ここは一回我慢して、やっぱナイトプラスベビードラ、まあ、ベビードラプラスのスケルトンラッシュをちょっとね、ここね、ちょっとイメージできればいいかなと思います。ワンチャン抜いてくる。まあ、ここ、スケラ打っちゃって、てか、打っちゃっていいな。で、もう一枚絶対なんか出るから、うわ、当たってない。当たってない。まあでも、このスケが一発ぐらいムートを殴ってくれると、ムーターポイズンだけだと壊れないんですけど、オッケーオッケー、ベイビーがね。オッケー、スケラのダメージが確実に入ってますので、あとは高回転ですので、僕はちょっとね、ちょっとだけなんですけどね。そこをちょっとね、いい感じに活かして、こう、お、そりゃね、いいファイボ、ベビードラがね、なんか働いてない。あ、ムートが来ますね、はい。というわけで、このムートにはナイトで受けて、オッケーオッケー、全然全然耐えれてるだけ素晴らしいんですよ。耐えれれば、もう僕のね、負けはあんまないので、相手のね、その、攻めとしては、こう、マジアチャで射抜くのとラムライダーを通すしかないんですけど、相手ラムライダー通んないですよね。もう、無理。なんで、で、このスケラフのキラも普通にしんどいんで、まあ、エレキにポイズンちょっとね、まあまあまあ、溶かせれば安牌ぐらいかなっていう。え？折れちゃいそうなんだけど。ありがてえ。よいしょ。このね、ラムライダーデッキもなんですけど、これ結構癖強いんですけど、この相手のデッキはね。僕のデッキは結構守ってカウンターしてをこう繰り返すデッキなんで、こう守りながらとかそうしなくていいんでね、結構、なんて言うんだろう、使いやすいとは思いますね。クラロワ城。はい。これちょっと怖いんで適当に防ポイして、マジアチャ打ってくるの分かってましたね、正直。で、ここは、スケートラッシュ打ちつつ、このね、ローリングバンバリンでタギを取って、確実にね、ダメージを稼いでいきます。まあちょっといい防衛しますね、相手も。はい。ちょっとね、ちょっと試合終わらせたいんですよね。もう言ったら僕の中では勝ち確なんですよ、もう。勝ち確なんですけど、こう、ちょっとね、長引くのは、ちょっとね、メンチーかなっていう、お腹空いちゃってるんですよね。ご飯食べたい。それだけ。いや、そのね、マジアチャね、サジゴブ。うん。世界大会で見せたサジゴブだ、それ。で、これね、ワンチャンポイズン割いたから、ダクネとかで守られて、結構ハードカウンター受ける可能性があるっすね。ちょっと待って、本気で僕負けるのマジ嫌なんで。で、エリクサ3倍になったんで、ちょっとあれっすね。頑張んないといけない。こう、ムーとかね、結構いい役割してるんです、相手。オッケーオッケー。アイスイズトルネでまとめて、オッケー。いや、でもね、相手の回転が早い、ちょっとね、無言になります。お、やべえ、待って、え待って、最悪、えちょっと待って、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 俺、そんな芸人いらないんだけど、そんな芸人いらないんだけど。ちょっとね、これはね、やばいっすよ、皆さん。いやー、ちょっとやめてよ。これはね、勝ち試合、途中にね、
途中からちょっとね、気づいたと思うんですけど、こう、端前ばっかにこう、ポイズン打ってたんですよね。結構、防衛ってこう、言っちゃってて、打たなくてよかったんですね。多分、こう、2回か3回ぐらいで、打ったことによって相手の後ろのダクネが残って、この、超絶悪循環になっちゃってましたね。まあ、相手のこのポイズン、打ちどころがムート、ダクネ、エレキ、交えちゃっていたんですけど、ちょっとね、容易にスピルを割きすぎてね、バチ当たりましたね、はい。ちょっとね、これも勝ちなんで、みたいな、ね、ちょっと生きて、ちょっと負けるっていう一番恥ずかしいことやっちゃいましたね。最近ちょっとね、調子良かったんでね、これまたちょっと。もうこれはね、調子いい悪いとかじゃないんですよ、もう。生きった。うん。反省します。今のね、ちょっと、結構反省してます。うん。ですので、今回ね、相手はエリゴレかな？はい。エリゴレのヒーラーがもしかしたらあるんですけど、ぶっ潰したいと思います。はい。今の反省を生かして、オッケー、もう丁寧にね。ナイトが入ったら、スケルトンラッシュ打って、タゲ取って、オッケー、このスケルトンラッシュに、はい、防衛ポイズン使いましたと。そしたら、相手はね、ここ、結構ごぼう量置いて、ポイズン置いて、コストないので、このエリゴレに対してもう1枚ぐらいしか作れないんですよね。よいしょ。はい、ここもね、美味しくいただいて、ライドラがちょっと前に来ちゃってますね。よいしょ。はい、美味しい。いや、で、ここに僕4コスト増えるんで、ね、エリが多すぎてちょっと困っちゃうよ、みたいな感じで、スケルトナッシュ打ってあげますと、まあ、ここはね、ちょっと放置でいい。おい、待って、うまいよマジで。かば焼きさんぐらいうまい。それは。ちょっと待って。まあ。ここはですね、キング起動されたのは痛いんですよ。普通に考えて、スケルトンラッシュって、キング起動されると正直絶望なんですけど、残り1700まで削れてると、これまた話が変わってきまして、正直スケラちょっと打ちつつ、ポイズン削りを意識していければ、まあいけるんじゃないかなと思うんですけど、ライティニングドラゴニア、そうなんですね。ドラグニアがね、ちょっと厄介なんですけど、ここですね、こうやってマジアッチャで、こう防衛してくるのを、正直、ここはポイズン削りみたいなのがありますね。で、これを繰り返せば、まあ気づいたら勝ってるよねっていうのが理想ですね。で、ここはタルババだけで抑えて、このタルババ放置すると一発入りますので、はい、で防衛してきましたね。あなた、防衛してきちゃったね。で、ここのライドラですね、アイスイズトルネプラスベビードラゴンで、ここはちょっとあれですね。ボムタワーを壊す系ですね、この人。これはベイビーの範囲攻撃で全然やれるんですね。焦る必要はない。オッケー。いや、焦る必要はないんですよね。オッケー。で、ここ最強ボムタワーでしょ？で、ここトリネで巻き込むでしょ？あ、もうね、焦る要素がない、これもう。もうなんかね、気づいたらね、これ4ワード降ってくるんですよ。そう。だから相手が攻めてきたら守って、相手が攻めてこなければ後ろからこう出して、橋渡る頃にこうスケルトンラッシュゴーンってあげると、気づいたらエリクサー溢れてて、この辺に交わっちゃきて、あ。こういうことなんですね。だからちょっとね、最近だと調子乗り癖があるかもしれないんですけど。ビュイーン、どっこいっしょ。懐かしいですね。ちょっと、ソーラムシ、踊ったことありますけど、裸で。まあ、さすがにね。さすがにこれ、負けるとちょっとね、辛いっすね。マジアチャでワンチャン抜いてくるとか。あー、ライドラでしたね。まあ。ここはスケルトンなしチャッチ打ってあげて、もうマジックアチャで確定できますので、ポイズン削りですね。はい。ポイズンあと2周打てば、確実にターン落とせるんで、で、こっからですね、フィーバータイムいきます。もうユニット出して、カード回ったらスケルトンなしとポイズン打って終わりですね。一個上にしとくと、たまたま交わっちゃ来た時に美味しい。スケラ来て、ポイズン打って、相手はもうこれをまず防衛しないといけませんので、待って、コウモリが、事故りません。はい、来ましたね。いや、ちょっとね、マジで2戦目めっちゃ持ってんね、これ。本当に。いや、これね、本当に痛いっすわ。2戦目マジで勝ち確だった。23勝無敗いけてましたね。けど、ちょっとね、ラッキーにもそろそろね、そう、稲妻が落ちたかなっていうところで、今日はね、この2試合目もったいなかったんですけど、こちらのチェーンスケラ、まあ、22勝1敗もね、多分結構すごい方だと思いますので、よければね、こちらのチェーンスケラデッキ、まあ、大会でもですし、普通にね、マルチでも使えると思いますので、よければ、お使い
くださいというわけで、本日は、ね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。最近ね12月ですかね、ほぼ毎日日本投稿しておりますので、ぜひねもう一本今度上がると思いますので、そちらもチェックお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。